北京平変とは、侵害革命で、遠征外が首都を北京とするために起こした平乱である。1912年2月29日の新朝鮮統底の退位が発表されたと同時に、北京で発生し、北洋軍閥の総根が率いる陸軍第三鎮の部隊が起こした平乱で、一般には遠征外が計画し部隊を配置し実行したもとの認められている。この事件の結果、 南京の革命派は、遠征外の第二大臨時大総統就任と、遠征外の勢力基盤の北京を首都とすることを受け入れることとなった。東欧公民公の六国反転。左のドーム付きの建物は、横浜商金銀行北京支店1912年2月15日、南京の臨時参議院は、遠征外を第二大臨時大総統に選出した。十七日、臨時参議会で、 再現場を特使に、総教人と王朝明を船員として北京に派遣し、遠征街を南京に迎え就任するようにした。29日の夕方6時、北京で兵乱が発生した。京佐久と警官の鉄道局、大震、交通、直令の三銀行と造兵賞が略奪にあい、4000件以上の商店が略奪にあった、特使の滞在場所も略奪にあった。 再現場らは、東高民港の六国半天に避難した。各国の中な講師は、新中条約に基づき、次々と公使館の安全確保のため軍隊を集め、北京に入れた。平変は保定及び天津地区にまで広がった。これにより、北京市外の商業人は、遠征外に南京に行かないよう請願し、副総統。 霊元広氏は全国に電報を発し、南京を離れても国は乱れないが、北京を離れれば必ず滅ぶ。と表明した。南方の各省はこれに次々と同調した。この情勢に再現場は欺かれ、3月2日に南京政府に電報を発し、参議院が臨時政府の首都を北京に確定し、遠征前の南京入りを必要としないと速やかに同意することを要求した。 孫文は情報するしかない状況となり、3月6日、南京臨時参議院は、遠征外が、北京で、臨時大総統を就任することを認めた。3月10日、遠征外は、北京医師、大人トンの新長外務部長者で、臨時大総統に就任した。ありがとうございます。